台湾元総統の李登輝氏が7月30日午後7時24分台北市内の病院で死去した97歳だった李氏は1923年生まれ本籍は福建省永帝八家1996年に総統直接選挙で初の民選総統に就任した2000年5月にその任期を終えた 李氏は1949年に国立台湾大学を卒業し小さい頃から台湾で日本の教育を受け2度の渡米留学の経験がある政界に入ってからは1984年に小慶国氏に抜擢され副総統に就任した1988年に小慶国氏の死去により副総統から総統に就任した その後、李登輝氏は、党内の本土派及び反対党の民主進歩党とともに総統直接選挙を推進し、中華民国初の直接選挙で民選総統に就任した。1990年代は李登輝政権の黄金期であり、憲法改正や国会廃止など台湾の政治民主化を切り開いた。国際的には李氏をミスターデモクラシーと呼び、 内戦やクーーデターを起こさずに台湾の民主化を成し遂げたことは当世には珍しいことだと評価されている李氏はかつて共産党に入党し米国コーネル大学で農業経済学の博士号を取得した後、台湾に戻り国民党員となった李氏は2014年のイギリス放送協会のインタビューで「 若い頃に共産主義の創始者であるマルクスの著作「資本論」を深く研究したが後に共産主義が詐欺であることを知り労働者と資本家の関係はマルクスが言っているようなものではないとして共産主義を放棄したと語っていたまた李登輝氏は中国本土の最大の問題は国民の自由と民主主義 さらには宗教の自由がないことだと批判した共産党は権力を掌握するために国民を欺いている宗教はあらゆる手段を使って安定を維持し全力で経済を発展させてきたが政治的には独裁体制は変わらず権力は依然として少数のものに集中している李登輝氏はいわゆる左派政治と右派経済 あるいは政治的には共産主義、経済的には市場経済という制度は基本的に大きな矛盾を抱えていると述べた。物質的な生活が少しでも改善されれば、もちろん国民に一時的な満足を感じさせるが、それに続く種々の混乱もさらに深刻になる。李氏は信仰の力を強調し、 中国人は信仰と人権をきっかけに信仰を実践し個人を自由にし人権の普遍的価値を追求しなければならないそれだけで中国は先制から民主に至る質の変化を起こすことができる中国の民主化及び将来の民主化の質は民主化を推進する人たちの信仰と理想にかかっている」と述べた 2005年、李登輝氏が国家の切迫した危機、連、宋の大陸訪問に断固反対の記者会見において、共産党についての9つの論評を高く掲げ、中国共産党の本当の姿を知りたければ、共産党についての9つの論評が必要だと述べた。李登輝氏は、 こここうしたととを知ることで非常に多くの人が共産党を脱党すするという事態が起きたのです脱党せずにはいられないのです」と述べ中国が直ちに民主化自由化をしなければアジアの問題がますます大きくなると示したまた同年李氏は日本白大株式会社に日本語で手紙を書き共産党についての9つの論評を「 真の平和の源と称賛し、日本白大が共産党についての9つの論評を広めたこと、中国共産党から脱党する勇気を持った人々を高く評価した。以下は李登騎士の手紙の原文となる。人もン賀も皆、元来た、本来へ帰る。 奥の細道に佇む平安の源を希求する全ての人々にこの本を勧めます。世界の民衆一人一人の道徳的覚醒、脱党の勧めが中教を速やかに解体する真の平和の源であることをこの本は教えてくれているのです。ですから旧表が世に広く読まれるのは時代の必然なのです。 この本を世に広める薄大出版と民衆の健闘を讃えます。